まず、11時です。稜線出ました。ここは分岐ですね。先に向こうに行った方がいいのかな。3つピークがあります。集落が見えています。そしてあれが最高点の東天神岳ですね。日本海見えませんね。集落です。
12時6分、中天神岳に戻りました。下ります。先ほどの西天神岳が見えますね。そして池も見えますよ。すごいね。あ、池だ。南の方向ですね。そして東の方向。西天神岳です。そして中天神岳の山ですね。